アデノウイルス41型ということでして、先ほどその国立感染症研究所の解説にもありましたけれども、 F 種というものの。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星野孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしています。今回は世界で報告されています子供の急性肝炎、急速に悪化する肝臓の炎症という、そういう問題について取り上げたいと思います。ちょうどこの4月29日に米国疾病対策センターというところから米国のアラバマ州の事例が報告されていまして、この肝炎とアデノウイルスというウイルスとの関係について詳しく説明されていまして、一つ、考えるヒントになるかなということもありまして、動画にしたいと思いました。これすでに世界保健機関などから報告がされていますけれども、英国で主に多く報告されていますが、2022年4月21日現在のデータでは、世界12カ国、欧州11カ国と米国1カ国で169例、報告されているというふうに説明されていまして、17人が肝臓移植を受けて1人が亡くなっているという、そういう報告になっています。この時点ではまだ日本の症例含まれていませんけれども、日本からもすでに報告されているということなので、世界的に見るともっと症例が報告されているというふうに考えていいかと思います。日本の国立感染症研究所からもこの小児の感染症に関連して、その原因として指摘されているアデノウイルスとの関係について解説が出ていまして、これ非常に参考になりますので、説明欄に貼っておきますので、よろしければご確認いただければと思いますけれども、アデノウイルスっていうのはもともと肝臓のその炎症を起こす原因として認識されていたところがありました。ただそれは決して一般的なものではなくて、アデノウイルス自体は非常に一般的なんですけれども、ちょっとそのアデノウイルスの種類が違うということが知られていました。アデノウイルスは7種類ありまして、その中に100以上の型があるということが分かっています。で、その7種類のうち、BCD 種というものについては、目の感染症の原因ウイルスとしてよく知られていまして、咽頭結膜熱、または流行性核結膜炎という名前で呼ばれています。で、これ目でですね、名前通りプールなどで感染したりすることが言われていまして、目が赤くなるとか、そういう原因のウイルスとして知られていまして、子供でよく感染が広がるということが問題になります。この肝炎を起こすウイルスとして今指摘されているのは、A とか F とか G の種類で感染性胃腸炎の原因になるということが知られていまして、で、これがですね、もともとコロナが流行る2019年までは感染性胃腸炎として100例ぐらい報告されていました。感染性胃腸炎というのは嘔吐を起こしたり下痢を起こしたり、そういうものになりますけれども、一方でこれ肝炎まで、つまり腸だけじゃなくてですね、胃腸だけではなく肝臓まで侵すということはそれほど認識されていませんで、免疫が何か病気とか薬などで非常に落ちている状態の人で肝炎まで起こすということが分かってはいたんですけれども、健康な人でそこまで行くということはあまり知られていないということでした。これちなみに獣医学的にはこのアデノウイルスというのは鳥であるとかネズミの肝炎の原因のウイルスとして知られていまして、アデノウイルスと肝炎というのは意外と結びつきはあるのかなというふうには考えられるのかなとも思います。ですが、人ではそうやって肝炎の原因としてはあまり一般的ではないということがあって、現在、世界的に原因不明の中で、このアデノウイルスが本当に肝炎の原因になりうるのかということが、注目されているというところかと思います。話戻しますと、米国疾病対策センターが米国アラバマ州での事例を報告していまして、これによりますと9人がこの急性肝炎を起こしたということです。
で年齢は中央値が2歳11ヶ月ということで、この年齢が一番小さい子から高い子まで並べた時のちょうど中央に当たる人が2歳11ヶ月で、最も低いのが1歳8ヶ月で、最も高い子が5歳9ヶ月ということなので、まあ、かなり小さい子になっています。9人のうち7人が女性ということでして、まあ、この男女の比率についてはどういう因果関係かはわかりませんけれども、そうなっていました。で、9人は、まあ、嘔吐や下痢、または風邪のような上気道症状というのを起こす子が、まあ、見られまして、で、それで悪化して入院したんですけれども、特徴的なのは肝臓の症状が見られたということで、肝臓が腫れていたり、また全身が黄疸といって黄色くなるような症状が見られまして、血液検査では肝酵素という肝臓が炎症を起こすことで肝臓からタンパク質などが漏れてしまうという、まあそういうものが血液検査で確認されるということで、まあ肝臓が炎症を起こしているということが、まあ、分かりました。重要なのが、この9人全員からアデノウイルスが検出されたということで、さらにその5人についてはウイルスを遺伝的に解析したところ、アデノウイルス41型ということでして、で、先ほどその国立感染症研究所の解説にもありましたけれども、F 種というものの41型という、これ感染性胃腸炎を起こすウイルスとして知られていますもので、まあ、まさにその何らかのその感染性胃腸炎との関係で肝炎が起きた可能性が考えられるというような状況でした。で、他のウイルスを調べたんですけれども、6人で EB ウイルスというエプスタインバールウイルスというのが感染している可能性が確認されたんですが、最近感染したものではないというようなことが検査の結果から分かりまして、まあ、その他風邪のウイルスなど検出されたこともありましたけれども、まあ、どうやらこのアデノウイルスとの関係が非常に考えられるのではないかということになっていました。まあ、ですが不思議なことに、肝臓の組織ですね、この細胞を取ったところ、その細胞の中では通常封入体と呼ばれる細胞の中でウイルスが固まったようなものが確認されるようなことがあるんですけれども、それは確認されませんで、まあ、さらに免疫学的検査といってウイルスを検出する方法でも見られなかったり、電子顕微鏡を使ってもウイルスが見られないというようなことがありまして、血液検査でですね、そのアデノウイルス検出されたんですけれども、肝臓からは見られないということだったので、その因果関係が非常に分かりづらいということになっています。また9人のうち3人については急性肝不全といって肝臓の機能が著しく落ちるということがあったんですけれども、で、それで2人が移植を受けるというところまで行きました。まあ、幸い9人のうちこれ全員が回復しまして、そこについては良かったということです。アデノウイルス41型というのは、糞便を通して口から感染するということを説明しています。まあ、それで、嘔吐や下痢が起きたり、発熱が起きたりするということでして、まあ、それで感染性胃腸炎が起きるということになりますが、その健康な子供で肝炎の原因になるということはあまり知られていないということで、まあ、先ほども申し上げました通り、免疫が病気や薬などで落ちている場合に、まあ、そのように肝炎を起こすということになりますので、まあ、今回の場合、まあ、本当にその関与があるのかどうかというのは、まあ、今後さらに調べなければいけないということになります。まあ、ただこれ糞便を介して感染するというのがこのアデノウイルス41型ということですから、まあ、比較的一般的な衛生対策をするということが大切なのかなというふうには思います。この感染性胃腸炎または肝炎みたいなものがしばらく問題になりそうですので、引き続き注意をしておくということが大切なのかなというふうに思います。今日の動画3点でまとめますと、世界的に急性の小児肝炎というものが起きているということです。で、日本でも起きているということが問題になっています。で、この原因としてアデノウイルス41型というものの関与が考えられる、まあ、そういう証拠が出つつあるということです。アデノウイルスが肝臓の組織から検出されたということがないという不思議なこともありまして、依然原因不明ということですので、引き続き一般的な衛生対策などを注意するということが重要なのではないかというふうに考えられるということになります。この画面しばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどをしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報については説明欄にお示しいたしますので、ご関心ありましたらご確認いただければと思います。
というわけで今日は世界で報告されています小児の急性肝炎に関連した動画をお届けしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいなど、コメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。